はい、ちょっと日に日にレンガが汚くなってないどんどんね、油断すると汚くなるんですよプルパーブロックところどころに入ってんだよなこれ。とりあえずプルパーブロック面白いからいろんなとこ置いてみた。さっき出たよこれがこれがここも継ぎはぎみたいに入ってんだよなここ。そういうところにプルパーブロック置いた。何ありますか今日は。どうしようか。エリトラゲットしたんだったよね。そういや、あ、確かに。はい、ってことは花火が必要だよね。花火。あ、うん、はいはい、花火花火花火の説明をしなきゃいけないのかい。え、あの下から見るか横から見るかエリドラから見るかみたいな。そう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 飛びながら見るかじゃないんだよ。飛びながら見るか余熱剣士じゃないんだよだから花火で加速するわけなんですよ、はい、なるほどね。エリトラをどうやって作るんだいどうやって作り方知らんのかい。いやでも花火職人しかあれ作れないからね。なかなか確かにあれ1個作るのにすごいお金と時間かかるんだよあれ。そうだよ、うん、うかつにできるもんじゃないんだよ。そうだよでも花火レシピに出てないな。想像しないとダメか。わかる？ペント。花火でしょ。花火でも普通に考えたら花火ってね、色がある炎じゃないですか。はい、つまり何かしらの色の染料も必要なんじゃないですか。でもね、花火玉っていうのがあるんだよ。花火玉、それでしょ。それじゃそれだよ。いやいや、でもなんか僕イメージ花火と花火玉別個なんだよな。花火玉ってあれの職人の玉でしょ。そう、職人の玉打ったら死ぬもんね、飛んでる時に相当やばいよあれは。痛えぞマジで。できんじゃん。え？いや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 、火薬、いや火薬と染料横に並べてみよう。お、染料来た。マジ？天才だったかこれ。本当だ。やったー。花火の星、花火の星はゲットしました。これをどこに詰めるかってか、そういう花火じゃねえんだよな。あとなんだろう。でも火薬に色はついたわけでしょ？ああ。めちゃくちゃ粘るじゃんこういうどうでもいいとこだけ。なぜこだわりを見せる。僕らだったらもう速攻で検索だったよね。じゃあ文明の力に頼るかい。諦めるか。調べます。お願いします。報告します。どうぞ。花火の星は必要ありません。なんだってなんだってでも装飾的に追加で入れるといいよどういうことだ。つまりまず基本レシピとして、はい、必要なのはロケット花火で必要なのは火薬と紙。紙？そう。紙？じゃあちょっとロケット花火作ってみるよ。もうちょーす。おー、ほんとだ。できた？でね、それ、はい、その火薬をいくつ入れるかとか、はい、その火の玉、花火の星をいくつ入れるかによってさらに性能を変えられるんだよ。ちょ、とりあえずこの普通のやつ一発撃ってみるよ。それではいきます。ドゥン。あれ？来た。おお。あれ今年はあれかい、湿気が多くて花火は爆発しないかね。今年は延期かもしれない残念すぎる。あれあ、わかりました。はい、花火の星を使わないでクラフトするとロケットには爆発効果が発生しないだって。何だから、まあそれだけでも多分エリトラは動くよ。けど花火の星あげようぜ。あ、花火の星つきました。やった。ついた。赤とピンク色ピュン。おお、え、おお、できた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 。玉や玉や。できたできた。ほら、おおおお。でそれでなんか追加で物を入れると、はい、いろんな形のあの花火がさらに作れるよっていう。なるほど。例えばじゃあ言いますね。はい、まずファイヤーチャージを追加すると大玉になります。とグローストーンプラスダイヤモンドで点滅流れ星、これかっこいい。あー、それいいね。で火薬は多ければ多いほど、最大3つまでで多ければ多いほど上に飛ぶ。
じゃあペンと星型作るよ。ペンと、はい、星型もこれ結構かっこいいよ。星型金塊。じゃあ作ります。お願いします。お、いい感じに暗くなってきたぞ。あ、ファイヤーチャージ入れたら大玉になったわ。おお。そしてグローストーン。おお、点滅入った。これは相当いいものができる。これね、マジいいものだと思う。ちょっとこれ多分かっこいいから、うん、いい場所でやった方がいいよ。特等席で。あ、じゃあさ、君らそこで見ててよ。オッケー、ペント君。はい、今日は花火大会だよ。いやー、いいですね。楽しみにしてました。君のために特等席を用意したよ。気持ち悪い。気持ち悪いよ、君たちにそういうこと言われると。ほら、ここに椅子があるだろ。お、椅子だ。座りながら見ようか。うん、もう片方は吹き飛んだから。僕は立ってるよ。空気椅子。空気椅子だ。なんなら俺も座れないこれ。じゃあ、上げますよ。お願いします。お願いします。いきます。はいはい。おお、いや、いい。めちゃくちゃいい。めっちゃいいね。あれ、ペントの星型は。あ、星型作るか。朝日出てます。まずい。早く上げるぞ。降りるか、降りるのか。明け方に星の形の花火っておかしいだ。ちょっと待って、やばい。早く星、早く上げるか。ちょっと待って、打ち上がる前にあいつが、やめろ、あいつが打ち上がるぞ。ちょっと待って、これロケットで来る。何やってんだよ。あいつが打ち上がった。ちょっと、とりあえずエリトラ飛ばそっか。じゃあ、そしたらエリトラ。そうだ、エリトラ、エリトラ。本来の目的であるエリトラ。じゃあ、ペントさん、エリトラ使ってみなよ。マジ大丈夫？俺怖いんだけど。僕もちょっと怖いな。ちょっと怖い。加速だからね、その花火を使うと。了解。滑空だよ、滑空。滑空ね。そう、うん、いきますよ。お願いします。はい、いけー。あ、やべ、僕も落ちた。え、ちょっと、ちょっと、おー、すごい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 。おー、いった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 。飛んでる。おー、花火、花火、花火開けるぞ。ペント、すごいすごいすごい。花火だ。あー、花火の爆発に巻き込まれた。どういうこと。やばいやばいやばい、どこで死んだ。大丈夫大丈夫。どういうこと。あの、俺まだ持ってたんだよ、花火さっき作ったやつ。自分であの花火撃って死んだ、それで。こんなことある。いや、初めて聞いたんだけど。待って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 。大丈夫。エリトラ、エリトラありました。エリトラある。よかったよかった。エリトラあるで、よかった。めっちゃ焦った今。花火に巻き込まれたかと思った。自分の花火で死んだ。だから、これでペントはいざという時ね、こういうふうにピューンって落とされても大丈夫なんだよ。おー、ほら。しかしですよ、はい、君たち、はい、ちょっとエリトラに夢中になって忘れてないですかい。あれ。な、何をだい。いやいやいや、このタイトル今日はこれで終わりだよね。エリトラクラフトじゃねえんだよ。エリトラクラフトじゃない。エリトラクラフト、オットクラフトです。それで見るのかい、また。でも今回は君たちが作ってる間に とあるものをね、作ったんですよ。じゃあペント、はい、向こうのあのアイアンゴーレムがいる方にちょっと行ってほしいんだけど。了解。うん。うわぁ。何？何何？え？なんだこれ。今回やばいでしょ。え、何何、見えない。そう、見えないブロックがあるんですよ、ここ。カバがインビジブルになったってこと。そう、ここ死ぬのね。なるほど。あ、以上です。えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、いや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 、何立つの。まあ、今日は役に立つかって言われたら役に立たないよ。もうそれは分かった。役には立たないな。でもちょっと面白いよ。じゃあいいよ、これ開けて。開けます。どうぞ。お、うわ、今日いろいろ入ってるでしょ。あー、なるほどね。で、さっき使ったのはこの一番左上のゴーストブロック。はい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 。これをやると、はいはいはい、例えばこのレンガの上にやったらレンガになるの。ほら、あ、通れるんだ。そう、通れんの。あ、なるほど。シュッて。おお、ほら。やめてー。え、ペントから見たらどうなってんの。え、完全に2人は見えるよ。あ、僕らからしたら完全に生き埋め。助けて。ちょっと面白い。助けてくれ。やめて。ちょっと面白い。サイコパスだ、この絵やばい。この絵はやばい。この絵面やばいぞ。おお。お、すげえ、一面が。一面だけガラス。あ、そういうことか。このさ、
コンビニとかによくあるじゃん、内側からしか見れないさ、はいはいはい、やつ。あほらほらほら、マジックミラーか。なるほどね、ほらすごい。これあのコンビニのさ、あのドアこんな感じなんでしょ。あ、そうなんだ。中入ったことないけど。そうそうだよ。知らなかった。そうだから、え、コンビニ鏡になってるから、これで髪の毛をねちょっと触ってたりすると丸見えになってるっていう。知らなかったわ。気をつけた方がいいよ。あ、怖っ。気をつけた方がいいよ。気をつけよう今度から。皆さん集合。おーい。おーい。これを見つけたんですよ。ほう。はい。シークレットチェスト。そう。だこれで探し物競争しようかなと。うわ、またかよ。なるほどな。おーい。もうこれまた罰ゲームつくの。で、もうあの私設置しましたや。すでに住んでるのか。なるほど。20ブロック以内にダイヤが入っています。なに。なるほど。それを探し出した人が勝ちです。負けたらどうする。負けたら、負けたらなんかあれする。コメントで朗読してほしい恥ずかしいコメントを募集して、でいい感じのやつを選んで ラジオかなんかでやるとか。なるほど、ラジオに持ってくのね。ここではやらないのね。あ、ここで、ここで続きはラジオで見てねっていう。悪どいわ。確かに悪どいな、なんか。まあいいけど。なんか音声、あ、そっか、そっか、これやればいいのか。じゃあまあとりあえず今回は、じゃあ今後言ってほしいことを募集しますか。そうしよう。コメント欄にぜひぜひ書いてください。よろしくね。よろしく。今回は僕たちでじゃあ決めよう。 OK OK。恥ずかしい言葉なんだろうな。あ、わかった。はいはいはい、どうぞどうぞ。はい、花火ばかり見てないで俺のことも見てくれよ。どうすか。ちょ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 、ここでそれをさ、ここでもうすでに罰ゲームになってんだよな。確かに。ちゃんとあの決め声で言うからさ。確かにね。決め声で言った今のは君が悪いんだよ。確かに確かに確かに。もうなんかすでにもう罰ゲーム一回やっちゃった感じするんだけど、恥ずかしいんだけど。やばいやばいやばい、汗が出てきた。じゃあそれでいくか。汗が出てきた。いや、もういいよ。ゆるなるき負けたら本気でやってもらうからね、もっと。ちなみにさ、はい、店長ずるくない。絶対罰ゲームないよね。確かに。まあいっか。じゃあ、うん、じゃあ5分、5分って決めよう。オッケー、5分以内に見つけたら君もね、うん、俺が負け。よし、頑張るぞ園長。よし、よーい、スタート。おっしゃ。いや、もう園長のことだから分かるんですよ。ここ、ここです。絶対このマグマの近くにあるから。なるほど。岩盤が燃えてる。え、岩盤。ほら、おー、見つけた。発見。お、待って、え、俺が先見つけただろ今。ジョロジョロ。いや、明らかに岩盤が燃えてんの。ペットさんの勝ちです。やった。いや、違う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 、延長の負けです。どういうこと。いや、岩盤が燃えてんのね、ここ。なんで言うとクリックしなかったんだ。そんなやつある。よし、じゃあ行ってもらおうか、園長さん。よっしゃ。じゃあペント、よしよしよし、二人でこれ乗りながら見ようぜ。じゃあお願いします。花火ばっかり見てるんじゃなくて俺を。